ハイスクールチェック。おはようございます。富山工業高校2年澤田空です。水本幸太です。富山工業高校は機械や建築など6つの学科が設置され、専門的な知識や技術を習得することができます。今日は電気工学科をチェック。電気工学科は電気に関するエキスパートを育てる学科。電気工学科で学ぶと自分たちでいろんなものを作ることができるようになるんです。例えばこちら、ゲームや音が出る打楽器などを先輩方は作りました。電気や制御装置、配線など今までの知識と技術を詰め込んだ成果です。さらに特許を取得した装置を電気工学科の生徒が作ったんです。それがヨルガ支援装置です。どんな装置なんですか？ユーザーが描きたいイラストを投影し、直筆で描くことができる装置です。イラストを点画に変換することで眩しさを低減しています。絵心なくてもすごく描きやすくて、誰でも絵を描けると思います。この装置を使ってどんなことをしているんですか？コースターを制作したり、学童クラブに訪問して文字やイラストの練習に活用しています。教育や福祉の現場などで活かして社会の役に立てるようにしていきたいです。電気工学科のパワーの源は元気、やる気、電気です。ハイスクールチェック。